ギオームとブラント首相ギオームとブラント首相、1972年から1974年、ギュンター・ギオーム、1927年2月1日から1995年4月10日は、ドイツ民主共和国の軍人、スパイ。西ドイツ首相、ビリー・ブラントの秘書になりすまして、情報活動二重時、ドイツ史上最も成功したスパイと言われる。1974年、 その発覚により、ブラント首相が辞任に追い込まれ、ギオーム事件と呼ばれる、音楽家の息子として、ベルリンに生まれる、第二次世界大戦末期に、ドイツ空軍の対空砲助手を務める、歴史家のゲッツ・アリーの最新の研究によれば、ギオームは1944年に、ナチス島に入島していたという、終戦後ベルリンに戻り、写真家として働く、1950年、東ベルリンで、 人民と世界社の編集員となる。この年から1956年まで、ギオームはドイツ民主共和国の国家保安省にスカウトされ、西ドイツに潜入するための訓練を受けていた。1951年、同じクシュタージの工作員教育を受けていた秘書のクリステル・ボームと結婚した。二人は一難を設けている。1952年、ドイツ社会主義統一党に入党する。 1956年、シュタージの指令を受け、身分を隠して亡命を装い、西ドイツに移住し、フランクフルトに住んで喫茶店を経営する。1957年、ドイツ社会民主党に入党する。クリステルは、同党ヘッセン州南部地区事務所の秘書となった。1964年から、党の指導員として政治活動に従事する、フランクフルト地区の党事務局長となり、 1968年からは、フランクフルト市議会、SPD 議員団の事務局長となる。同年、市議会議員に当選する。翌年のドイツ連邦議会選挙に際しては、地元選挙区の SPD 候補であるゲオルク・レーバー、連邦交通省の選挙戦に、十字、高い得票を得て、組織運営の際を発揮した。レーバーの推薦で議務は、連邦首相府の経済、財政、 社会政策担当秘書となり、ビリー・ブラント首相の信頼を勝ち取った。1972年、その勤勉さと事務能力を買われて、ブラントの個人秘書になる。こうして彼は、西ドイツ首相の極秘文書や内話の会議の内容、さらには、私生活までを知り得る立場となった。1973年の年初に、当時内務省公安局が15年前から傍受し、解明した。 無線通信が業務に関わっていることを突き止め、ゲリオーム夫妻は東ドイツ国家保安省が潜入させていたスパイであるとの確証を持った。しかし、公安局長から憲法擁護庁長官に就任したギュンター・ノラウは5月29日に、当時の現社内省に伝えたが証拠となるものがなく、逮捕の決め手がなかったので、なおしばらく様子を見ることとして公安局の監視下に置かれた。 ギオームが監視下に置かれたことは翌日ブラントに現社内省から伝えられたがブラントは深刻には受け止めなかった。なぜなら東ドイツから難民として西ドイツへ移ってきた人々に対してはしばしば浮上する疑いの要素であることをブラントも理解しており無視することにしたからであった。そしてほぼ一年が過ぎた1974年3月初めにこの関係資料が 連邦検察官に渡り捜査を続けている中で4月24日にボンの自宅を捜査官が訪れてギオームと妻クリステルは逮捕されたその逮捕に際しギオームは私は東ドイツ国家人民軍の士官であり国家保安省の職員でもある士官に対する敬意を払いたまえと発言したこの事件は彼の姓を取ってギオーム事件と呼ばれるようになり西ドイツの内政に 深刻な事態をもたらした。5月7日、ブラント首相は辞任した。6月6日、野党の同議により、連邦議会に事件の全容解明のため調査特別委員会が設置された。この委員会により、西ドイツ治安機関の監視体制が脆弱であることが明らかにされた。1975年12月、ギオームは国家反逆罪により、懲役十三年、クリステルは 同8年の判決を受けた。しかし当時東ドイツ国家保安省次官で、シュタージの対外諜報部門の長を30年以上、務めたマルクス・ボルフは、ドイツ再統一後に、ギヨームを西ドイツ首相の間近に置いたことなどは東ドイツ、秘密警察の行動計画の結果ではなかった。一国のトップの人物近くに、疑念の濃厚な人物など止め置いたことなど決してない、と述べている。 1981年、東西ドイツ間のスパイ捕虜交換により、東ドイツに戻り、公式に平和の偵察者として検証を受けた。夫妻はカール・マルクス勲章を受章し、ギオームは国家保安省大佐。クリステルは同中佐に昇進した。ギオームはシュタージの工作員養成学校に名誉客員教官として招かれた。1985年、 ポツダム法科高等専門学校はギオームに対し、平和の保障と東ドイツ国家の強化に対する格別の貢献により、名誉法学博士号を授与した。英雄となったギオームは一方、シュタージで看護婦として働くエルケ・ブレールと不倫関係になり、東ドイツへの帰還後間もない1981年12月に、夫妻は離婚した。 1986年にギオームは15歳年下のエルケと結婚し、そのーブレールを名乗るようになった。1986年と1988年にコロク、告白を発表した。1990年の東西ドイツ統一後はブランデンブルク州エッカースラントの自宅でひっそりと暮らし、1995年に腎臓が癌のためでベルリンの病院で死去した。 ギオームと妻、クリステルの一人息子ピエールは、両親逮捕後の1975年に、東ベルリンへ移り、写真ジャーナリストとしての教育を受けた。彼は、ベルリンの壁崩壊直前の1988年に、西ドイツへの移住を申請し、家族と共に移住した。シュタージが有名な、ギオームのせいでの西側への移住を許さなかったため、母の旧姓を取って、 ピエール・ボームと名乗った2004年にピエールは知らない父という回雇録を出版している同年3月、ギオームの前妻クリステルは心臓病のため死去したありがとうございます。